はい、お疲れ様でございます。今日の話はですね、こちらでございます。シミとほくろの違いについてね、お話をしてみたいと思います。どうでしょうかね、皆さんね、体とかね、顔なんかにね、シミないしね、ほくろもね、ある方いらっしゃるんじゃないかなと思います。私ですね、若い頃にですね、結構ね、無茶なことをしておりました。生まれ育ったのが南国高知ということでね、非常にね、太陽の日差しがね、強いところに、生まれ育ったんですが、夏場にですね、日焼け止めなんかを塗らずにですね、海なんかでね、遊んでたんでね、真っ黒にね、毎年ね、20代のね、後半ぐらいまでだったかな、結構ね、毎年ね、こんがりとね、小麦色にね、焼けてたんですが、今になってですね、この40代半ばぐらいになってきてですね、顔にね、非常にね、シミがね、増えてきました。若気の至りとはいえ、後悔するところあるんですが、今日はね、そんなね、シミと、ほくろの違いですね。今日はね、そんな、シミとほくろ、意外とね、シミとほくろのね、違い知らないんじゃないかなっていうね、中で、シミとほくろのね、違いについてね、お話をしてみたいと思います。昨日に、続きまして、今日もですね、こちらですね、美容常識は9割嘘っていうですね、形成外科医の、落合博子さんが書かれたこちらの本の中でね、ご紹介してみたいと思うんですが、この本の中でですね、この著者の落合さん、シミとほくろの違いというところをね、書かれておりました。今日はね、ちょっと私の方でもね、ネットなんかで調べて情報をもとにですね、シミとほくろの違いをね、ご紹介してみたいと思います。まずね、シミとは何ぞやというところをね、ご紹介してみたいと思うんですが、そちらこちらですね、皮膚の中で作られるメラニン色素が沈着したもの、これがね、色素だ、シミだそうでございます。よくね、メラニン色素っていうのはどういうものかわからないですし、沈着したものっていうのもね、いまいちよくわからないんですが、いわゆるですね、皮膚の中にね、作られる、メラニン色素っていうのがね、こう固まってね、そしてね、沈着、溜まったものがね、シミだよっていうのがね、大雑把に言うとそういうものかなと思います。ではですね、じゃあシミがね、できる原因というのはね、どういうものというところなんですが、それはですね、圧倒的にね、一番多いのはね、紫外線だそうでございます。やはりね、特に夏場なんかですよね、日焼け止めなんかを塗らずにですね、日中外に出てるとですね、真っ赤に日焼けするかと思いますが、そういうのがね、ずっと続いてくるとですね、この紫外線によってですね、シミがね、できやすくなるそうでございます。そしてね、シミっていうのはね、それ以外にも遺伝であったりですね、ホルモンのバランス、この辺がね、崩れてきたりとか、あとはね、炎症、かゆいであったりとか、体がね、痛いであったりとか、暑いであったりとか、そういったね、体がね、こう炎症を起こすということでもね、シミがね、できやすいそうでございます。圧倒的にはね、この紫外線っていうところがね、一番ね、原因としては多いそうですね。はい。それに対してね、ほくろ。ほくろっていうのはね、どういうものかということですね。こちらですね、メラニン色素を作り出すメラニン細胞が変化した母斑細胞の増殖による皮膚の良性腫瘍の一種、これがですね、ほくろっていうそうでございます。ちょっとね、このね、文章を読んでもですね、いまいちね、よくわからないんですが、良性の腫瘍ですよね、っていうのをね、覚えておいていただければなと思います。これはね、悪性のね、腫瘍になっていくと癌になるんですが、良性の腫瘍なんでね、これはね、ほくろで止まって、とどまってるところですね。はい。でね、じゃあね、ほくろができる原因、どういうものがあるかなというところなんですが、これ実はですね、シミとね、かなりね、似ております。まずね、圧倒的に多いのはね、紫外線の浴びすぎですね。そして次にですね、ホルモンバランスですね。特に女性なんかの場合ね、ホルモンのバランス崩しやすいとかって言いますんで、こういったね、ホルモンのバランスが崩れてくるとですね、シミだったり、ほくろがね、できるそうでございます。そしてね、ほくろがね、できやすい要因としてはですね、食生活の乱れ。この辺もね、ほくろがね、体にできるっていうのはね、大きく左右しているそうでございます。じゃあね、ここまでね、シミとほくろね、違い、ちょっとね、ご説明させてもらったんですが、いまいちね、よくわからないっていう方もね、いらっしゃるんじゃないかなと思います。一番ね、わかりやすいところ、こちらね、赤字でも書いてるんですが、シミとね、ほくろの、大きな違いというところなんですが、まずね、シミっていうのはですね、皮膚の表面にできます。それに対して、ほくろはですね、皮膚の深い部分にまでできるそうでございます。つまりなんですが、シミに関しては、例えばね、美容、整形なんかで、レーザーなんかでね、シミを飛ばすってことは可能なんですが、ほくろに関しては、このね、かなり皮膚のね、深い部分にね、できるためにですね、レーザーとかでね、飛ばすのはね、難しいというふうに言われています。完全に除去するためにはですね、こちらも書いてあります。手術ですよね。人の手をね、体に加えないとですね、このシミじゃねえや、ほくろっていうのはね、完全に、取り出すことはできないというふうにね、書いておりました。
というところでね、このね、シミとほくろの違いというのがですね、まあ、シミは、皮膚の表面にできるものに対して、ほくろというのは皮膚のね、奥深い部分にできる。これがね、一番のね、大きな違いというので、今日はね、覚えておいていただければなというふうに思います。ということでね、まあ、うん。私はね、うん、まあ私もね、ほくろはね、ぼちぼちはありますけどね、結構ね、うん、たくさんほくろもね、ある方もね、いらっしゃるかと思います。そしてね、まあ、ほくろがね、手にできる、まあ、手のひらなんかでもね、できるみたいなんですけど、そういうのはね、なんかね、どうもちょっと、悪性の腫瘍の可能性が高いんでね、一度ね、まあ、手にね、ほくろができた場合にはね、病院なんかに行った方がね、検査してみる方がね、いいんじゃないかなというところなんで、まあ今日はね、そんなところね、お話ね、覚えておいていただければなと思います。はい、ということで今日はですね、こちらシミとほくろの違いについてお話をさせていただきました。今日のお話面白かったな、参考になったなと思いましたですね、ぜひ高評価、またねチャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もお聞きいただきましてありがとうございました。お疲れ様です。